揺れすぎ。こんにちは、コッコです。今日は前回自己紹介動画みたいなやつで募集した質問コーナーの答えを言いたいと思いますけど、なんか質問が3つぐらいしかなかったので、なんか適当に喋ろうかなって感じです。まず将来何になろうと思ってるんですかっていうやつは、あんまり決まってないんですけどでもとりあえず何か表現することをしたいと思ってて、なんか子供の頃はすごいなんか自分の思ってることをこう外に出せない子で、ずっと大人になったら自分の思ったことをなんか表現してみたいなってずっと思ってて今に至ります。だからまあ何でもいいんですけどねっていう感じ。そして2つ目、どうしてコッコなのっていうやつコッコはめっちゃしょうもないんですけど、小学生の時になんか朝みんなで集まってドッジボールする文化あったじゃないですか。それで私は毎日参加してたので、朝なんか5時とかに起きてなんかめっちゃ早く行ってドッジボールしてたんですよね。で大体ドッジボールするの男子しかいなかった。でなんか女子の友達に今日何時に起きたのみたいに言われた時、5時とか言ったら早みたいになって、そっからニワトリからのコッコになりましたそれがなんか小中高大学って全部ずっとなんか受け継がれちゃって、未だにコッコになりました名前とか全然コッコは関係ないです。そして藤子の名付け親は誰ですかっていうやつ。なんか私実家に藤子っていう猫を飼ってるんですけど、その猫はなんか何年前だろう、3、4年前ぐらいになんか拾い猫なんで、拾ったっていうかなんか急になんかシャム猫欲しいなと思ってツイッターでシャム猫をなんか保護猫みたいな感じで調べたら、なんか明日殺処分になりますみたいな猫が出てきて、シャム猫が、それでめっちゃ可愛くて、で速攻電話してその猫もらいますって言って、高知県から飛行機で送られてきました猫がなのでなんかあと1日遅れてたらみたいな、もうギリギリセーフでした。多分藤子がなんか念を送ったんだと思いますで名前は藤子になったんですけど、最初は私はなんかシャーロットって名前にしたかったんですよ。なんとなくシャム猫をシャーロットって名前つけて飼いたかったんですけど、なんか来た猫見たらなんかシャーロットっぽくなくて、もっとなんか昭和臭いなんかスナックのママみたいな感じじゃないってなって、家族会議で、でなんかアケミとかなんだろう、いっぱい スナックのママっぽい名前が出た中に藤子が出てきて、なんか藤子だったらシャーロットだとおじいちゃんとかおばあちゃんが忘れちゃって呼べないけど、藤子だったら絶対忘れないってなって藤子になりました。今も実家にいます。なんかあと藤子になった理由もう一つあって、なんかすごい男の人にめっちゃこびるんですよねおじいちゃんとかお父さんとか弟とかにめちゃめちゃこびるんで、多分これはもう男好きの猫だねってなって藤子になりましたっていうお話でした。今までやったバイトとかめっちゃあります初めてやったのがケンタッキー、4年ぐらい高校生の時は4年ぐらいケンタッキーでバイトしてて、あと深夜の棚卸しバイトとか、あとなんか単発の
ライブのグッズ販売とかビッグバンのグッズとか売ってました。あとは掃除のバイト、なんか窓に吊り下げられてこうやって窓掃除してる人のバイトとか、さすがに私は正社員じゃなかったから吊り下げられなかったんですけど、掃除のバイトと、あとお茶っ葉の焙煎なんかひたすらお茶っ葉を煎って詰めていくバイトとか、あとカイロプラクティックの受付とか、それ3日でバックレたんですけど、あと何のバイトやったかな、あとはカフェのキッチンとか、結構やってますよね。そんなもんかな。そんなもんか。結構いろいろバイトしました。でも接客はあんまり得意じゃないですよね。あとあれだ、造形屋のバイトとか、あの草間弥生さんっていうかぼちゃ作ってるおばあさんいるんですけど、彫刻家の方がいるんですけど、その人のかぼちゃを作るっていうバイトをして、ひたすらでかいかぼちゃを永遠に作るっていうやつとか、いろんなバイトしました。今まで行った国は、この間タイ行ったのと、中国と韓国とアイルランドに行きました。中国とか楽しかったです。なんか大学に留学生の中国人がいて、その子と友達になって、その子の実家に2週間ぐらい行ったんですけど、ほぼほぼ毎日麻雀してて酒飲むか麻雀するかみたいな感じでしかも麻雀で1万ぐらい勝ったんですけど、なんかめっちゃその時に喧嘩しました中国人と喧嘩しちゃう、なんかそんな感じかな。あとサークルも一瞬入りましたけど、なんかバンドに憧れてた時があって、大学入って早々バンドサークルに入って、コピーバンド東京事変のコピーバンドやったんですけど、なんか上がり症でめっちゃなんか本番に上がっちゃって、全然なんかめちゃくちゃになって、もうこれ向いてないと思ってやめた、なんか切ない思い出みたいな感じになってます。そんぐらいかな。感じです。